はい、皆さんこんにちは。今回はまあ、誕生日プレゼントというまあ動画を前回出したんですが、でまあそれ以外にね、はい、今さっきまあ届けてくれたらしいんですが、食事など行ってまあ出かけて帰ってきたらちょっとまあ届けてくれたということで動画を出させていただきます。まあ、YouTube ユーザーさんですね。はい、まあ、友達でもあるんですが、ミスタークリクリクリワンさんですね。はい、名前入ってるかわかんないんですが、誕生日プレゼントいただきましたんで紹介します。はい、これまあ皆さんも、はい、ご存知の方いると思うんですが、モンスターハンターの、プーギーですね。はい、まあ、僕モンスターハンターやってたんで、まあ、よく知ってます。はい、まあ、さっき届けてもらったそうで、まあ、気づかなかったんですが、はい、まあ、教えてくれましたね。まあ、もう一人のユーザーさんもいたんですが、まあ、そちらの方はちょっと帰ってしまったということで、ちょっとね、僕が外出してたせいなんですが、まあ、一応、はい、いただきました。アミューズメント商品なんですね。はい、すごいなんか、ちゃんとしてる、はい、手触りも非常によく、何よりこれ可愛いですね。はい、こういうぬいぐるみね、あんまり持ってないんですが、今さっきね、まあ、こちらのね、初音ミクですね。のネンドロイド。まあ、もう飾ってあるんですが、で今回物理的に誕生日プレゼントもらったのはこれで2人目ですね。はい、で他の人はまあほとんど現金なんですけど、まあ、やはり物のねプレゼントはなんかいいですね。はい、気持ちがこもっててすごい嬉しいですね。とりあえず今回こちらミスタークリクリクリワンさんですね、いただきました。まあ、ミスタークリクリクリワンさんのチャンネルは、まあ、下に貼っておくんで、はい、まあリア友でもあるんですけど、まあ、YouTube 活動やってます。はい、なんでぜひ皆さん見てください。はい、ということで今回こちらですね、誕生日プレゼントの紹介、まあ、第2弾なんですが紹介でした。